M1 グランプリ2回戦という、うわぁ、鳥に踏み落とされました。いや、頑張りましょう。ちょっと怖いですけども、結果見るの。はい、こちら極楽温泉なんで、でした。ガオちゃんの西成チャンネル。どうも、西成くすみます芸人、ライオンうどん、ガオちゃんです。ギャオ。はい、ということでですね、ちょっとだけ昨日、長原聖輝さんのやんちゃの間のハイテンション芸人で叫びまくったんで、ちょっと喉の調子は良くないんですけども、今日は、M1 グランプリ2023の1回戦ということで、去年は2回戦で負けたんで、今年はもうちょっといかなあかんなということで、1年間修行してきて、で今日が1回戦ということで、まあ8月なんですけども、心斎橋で夕方ありますんで、ちょっと声の出がいつもより悪いですけども、まあ、泉屋でちょっと、惣菜買って食べて、そうめんで食べて気持ち高めて、臨みたいなと思っております。西成チャンネル。昼はそうめん食べたいと思います。こちら三輪そうめんの池里さんのやつをいただいたので、木箱の A そうめんです。このそうめん賞味めっちゃうまいです。美しい。今日は6束にしときます。今日は M1 ということで、カツということで、とんかつを惣菜で買ってきました。そして、麺つゆも池里さんの麺つゆでございます。これでそうめんとんかつセットで気持ち高めて、M1 臨みたいと思います。ファンの水本さんの結婚式でいただいた引き止めのお茶碗です。これはサイズがね、すべてのあれに合うやつですね。ストレートの麺つゆですね。泳げそうめん、いい感じでもこ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 、ふくつふつ、こんぐらい気持ち高めていきたいと思います。どんな量にもぴったりのお皿の入れます。少なくても多くてもぴったりになる不思議なお皿です。よっしゃ、M1 最強そうめんセットです。これで気持ち高めて、挑みたいと思います。うまい、マジでうまい。そうめんってマジでちゃんとうまい。揚げ物が合うんや。またごちそうさまです。ちょっと洗濯機回したから洗濯物をして、これ1時間寝れたらええかなっていうぐらいの感じで、まあまあ気持ちだけ高めておきます。洗濯も多いわ。夏場もなんぼでも洗濯物出る。どうぞ。雨降りますね。洗濯物をして、雨、いや、天気やばい。天気やね、やばいですね。すごい量ですよ。大掛かりな洗濯したで。すごい量ですよ。まあこれでスッキリしたから、バイトですけど頑張ってください。頑張ります。いや、お隣さんでした。すごい雲、絶対降るわ、絶対降るわ。すごい嫌な天気やけど、まあ、自分はね、雷落ちて落雷とは言いますけど、自分は落雷専用に。ちょっとほんま小1時間だけ寝たいと思います。見たことないぐらい怪しげな雲やね。うわうわ、来た来た来た。降るで降るで。どう、うわ、めっちゃ怖い雲なんだけど。怪しげやね。大丈夫ですかあれ。スーパーで万引きする前の変な動きしてるやつぐらい怪しげやいや、あれはもう確信ですね。わわ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 わうわぁ、パンパンに腫れ上がったな。雷がドーンってきたね。パンパンに腫れ上がった。金太郎、雷いっぱいになってからの大雨ですね、これは。ジャンプしてる犬みたいな。左側の。ああ。なんかクレヨンしんちゃんの白みたいな。あ、そうです、白みたいな。鳥穴の。うわぁ、光った。M1 どころやないで、これ。いや、寝たいの。睡眠時間がラスキーラウンドで削られてる。
おわえ光った。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 難波方面。あれ光った瞬間カラスが焦って飛んでった。だってカラス飛来地に止まってるやん。めっちゃ危ないな。うわ光ってる。あれにもし雷落ちたら焼き鳥みたいになりますね。簡単に空飛びたいと言う、空飛びたい空飛びたいって人は言うけど、もうカラスからしたら、いや危険なとこやってんねんでっていう感じもあるやろな。わざわざ高いとこに行く意味も危険から逃げるけど、別の危険はカラスにもあるからね。雷のせいで睡眠時間ちょっと削られましたけど、47分98秒だけ寝たいと思います。おやすみなさい。西成チャンネル。雷が起きた。警報で撮る。雨もめっちゃ降ってる。別に夜までずっと降る感じや。洗濯も干したのに。また。これは危険や。すごい雨。あかんわこれ。クロマニオンズのギリギリガンガンガンを聞いて気持ち高めてヒゲ剃ります。ちょっと喉が絶不調です。晴れてはないけど雨やりました。警報も結構きつめのレベルやったみたいです。ギリギリ、まあ、ちょっと準備して向かいたいと思います。西成チャンネル。鳥に糞落とされました。雨も降ってる思って、雨の濡れかなと思ったら、これ鳥の糞やないか。まあでもこれ運がいいとも、捉えることができない。ちょっと一旦帰って服洗います。他の服行きます。鳥の糞つくかね。まあ、これは運がいいと捉えます。いや、えらいちょっとした小雨やね。えらい膝冷たいの思った。これ糞やないか。鳥の、で鳥の糞って冷たいんや。いや、家出発してすぐ鳥に糞されてよかったです。これ行ってから途中で糞やったらかなりやばかったんで。で、雨ん中鳥も糞すんねんな。これかなりレアな。これ強音なんか、それとも不吉なのかよくわかりませんわ。鳥に糞されたから、まあ、セットアップで行ってたんですけども、着替える羽目になって、まあ、これをダサいと言われても、俺は知れませんからね。それも鳥のせいですから。まあ、ちょっと時間を閉じるわ、これほんま。鳥のせいで。ええことはないやろ、これ。家の中から外見たら傘差してる人少なくて、雨降んないやろ思ったら、その前の雨がすごすぎて、ちょっと小雨になっただけでみんな雨降ってない気になって、傘差してないだけでちょいちょい雨降っとるかな。電車で、行きます。電車で心斎橋のパルコまで向かいたいと思います。状況は良くないですが、まあ、雷あって鳥の糞あって、で鳥の糞もね、あれ高架下で雨宿りしてた時に多分鳥も雨宿りしてて、それで安心して運行したんやと思いますわ。なんかまあまあ僕らと同じ状況やったんやなと思って、鳥も思ったら。動物園駅前も綺麗になっております。さあ駅から直通なんで雨でも怖くないです。まあ今ね1回戦一応、2分ネタなんですけども、一応まあまあやれることは一応全部やったんで、一応合格ラインのとこには達してるはずなんですけども、まあでも気持ちとしては10年以上やって1回戦の落ちたら恥ずかしいという、恥ずかしくなったらあかんという気持ち一本で、なんとか、合格したいと思います。まあ受かって嬉しいというかね、恥ずかしくなりたくないというね、気持ち一本で臨みたいと思います。やっぱね、恥ずかしくないっていうのはね非常に大事なので、ね、ということで、ギリギリ間に合いました。エントリーフィーが忘れてたんですけども、エントリー費持ってるんですか。これがまあ去年僕らが結成した番組のミルクボーイさんの伝説少年という番組だったんですけど、その時にまた今年の分のエントリー費もらってるんです。そうそう、いやずっとね、はい、目につくとこ置いてたんで。あ、そうなんや。はい、まあ、では頑張りましょう。よいしょ、お願いします。石成チャンネル。ということで、1回戦終わったんですけども、ちょっとね思ったより、芝居感じになったんで、理想通りにはなってないんですけど、なんとか結果通過してたらいいんですけども、ということで、ちょっと電車で一旦帰ります。ちょっと怖いですけども、結果見るの。はい。よかった。なんとか受かりたいですね。これ受かってなかったら、まあ、鳥の糞とかのせいですからな。すっかり、雨は上がりましたけども、ちょっともうちょっとで結果発表あると思うんで、怖いです。まあ、天王寺でちょっとネタ合わせするんで、はい。それどうなるかって感じですね。M1 勝った瞬間にマクドール、この M というね。
33も俺がエントリーナンバー2533、はい、あこれでよかったなって感じではなかったんでまあ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 って感じで1回戦とりあえずなんとか死守して、うん、2回戦行きたいと思います。とりあえずまあまあ落ち着いて、はい、行きたいと思います。ということで、なぜか、天王寺でネタ合わせして、終わりましたけども、1回戦でそんなお前はしゃいでどないすんねんって思われるかもしれないんですけど、まあ一応この、ふんやられて、鳥のふんやられて、雷雨にも遭いで、とちりかけて、それでもなんとか声も調子良くない中、喉の調子良くない中なんとか聞くことができたんで、ちょっとご褒美にねいきなりステーキでも食いたのかなって思ってます。あお前そんなね、何をご褒美するようなあれなんかっていうね声もありそうですけども、いきなりステーキ食べるんですよ。まあいきなりやからね、いきなりステーキ食べるときっていうのは、はい、でもまあ落ちたらね恥ずかしい思い正直するんですよ。だからその恥ずかしいのを一応避けれたっていうので、一応まあまあその意味、そういう意味ではいきなりステーキかなって感じです。こちらルシアスにいきなりステーキがありまして、最近ね、あの焼肉って行くったらなんか大げさなんで、いきなりステーキ行ったら焼肉行ったんと同じぐらいの満足度があって、はい、で、あれなんでちょこちょこ、これここぞっていう時にはいきなりステーキなんかたまに来てます。楽しみやわ。ごちそうさまでーす。うまかったいきなりステーキマジで。ほんまあれはね、焼肉食べたいなと思った時に、でも一人やね食べる人おらんねんって時はステーキが一番いいね。焼肉食べた感じになるし、時間もパッと終わるし、そのまままた最高の時間過ごせますし、よかったです。天王寺は都会です。西成の隣やけどまた空気感違います。西成は西成でいいけど天王寺は天王寺でいいということで帰ります。西成ちゃんねるということで、今日は夜はご褒美じゃないですけども、お風呂来てます。イエーイ。行くのでちょっと暗いですけど、しんべえさんと、ね、久しぶりの、久しぶりの西成チャンネルや、はい、ずっとマネージャーに止めてって言ってたから、というかまあガオちゃん関連、ちょいちょい大役やってますよしんべえさん。せやな、サウナデッセの俺がだから金曜日やっぱ大演どうしますかって言ったら、あガオちゃんあ、こっちに極楽温泉がありまして、ここへ最高の風呂があるんで、そちらで癒したいと思います。はい、こちら極楽温泉なんですけども、極楽、これなんか結構素朴な感じに見えるっすけど、むちゃくちゃ中でかくて、中がめっちゃでかくて綺麗やし、初めてそう、味ある。あ、ほんま、はい、ガラス張りでね、そうそう、すごく広くて、ほんでまたここの良さは歌謡曲がどう流れてる。あ、そうですね、サウナで露天風呂もあって、いいですよ、テクス、いいっすね、行きましょう。西成チャンネル最高でしたね。また最高に疲れておりましたということで、はい、帰ってきましたけど、まあ風呂上がりちょっとジュース食べたりなんかして、疲れ癒えました。銭湯があってよかったです。ちょっと疲れましたんで、まあ、明日ちょっとゆっくりなんで、13時間169分7160秒だけ寝たいと思います。よいしょ、また2回戦頑張りたいと思いますので、またお願いします。お疲れでした。西成、西成、西成チャンネル。